アール・フランシス・ロイドは1950年代の NBA でプレーしたアメリカ合衆国出身の元バスケットボール選手。出生地はバージニア州アレクサンドリア。出身大学はウェストバージニア州立大学。初めて NBA の公式試合に出場した黒人選手として知られる。2003年バスケットボール殿堂入りを果たし、2015年に86歳で亡くなった。 ウェストバージニア州立大学でプレーしたロイドは、1948年と1949年の2度に、渡って、同校を、キアカンファレンストーナメント優勝に導き、1947から48シーズンは、無敗でシーズンを終えた。個人としては在学中に3度のオールカンファレンスチーム、2度のオールアメリカンチームに選ばれ、 最終学年には平均14得点8リバウンドを記録している。大学卒業後、1950年の NBA ドラフトでワシントンキャピトルズから指名を受ける。ロイドは同年に指名を受けたチャック・クーパー、ナサニエル・クリフトンとともに NBA 史上初の黒人選手となった。そして1950から51シーズンの10月31日、 対ロチェスター・ロイヤルズ戦にて他の二人に先駆けて公式戦デビューを果たし NBA 史上初めて公式戦に出場した黒人選手となった。しかしキャピトルズはこのシーズン途中の1月9日に解散してしまうためロイドのルーキーイヤーはわずか7試合の出場で6.1得点6.7リバウンドの成績に終わった。その後どのチームとも契約を結ぶことができなかったロイドは 陸軍に入隊し、1952年までを軍隊で過ごした。1952から53シーズンには NBA に復帰し、キャリアの大半を過ごすことになるシラキュースナショナルズと契約。以後少しずつ成績を伸ばしていき、1954から55シーズンにはキャリアハイとなる10.2得点7.7リバウンドを記録した。 当時のナショナルズはドルフ・シェーズを中心とした強豪チームとしてリーグに君臨し、ロイドが入団して3年目に当たる1954から55シーズンにはフォート・ウェイン・ピストンズを破って初優勝を果たし、ロイドはジム・タッカーと共に NBA 制覇を経験した初の黒人選手となった。ナショナルズはこの優勝を前後して3年連続 NBA ファイナルに進出するが、ロイドは ナショナルズ最初の黄金期の主力選手の一人として活躍した。ロイドは1957から58シーズンを最後に6シーズン過ごしたナショナルズを去り、デトロイトピストンズに移籍した。ピストンズでは2シーズンだけプレーし、1959から60シーズンを最後に現役から引退した。NBA 通算成績は9シーズン560試合の出場で、 4,682得点3,609リバウンドの成績だった。